はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。1クラス1回限り使えるロマサガ2、今回はネレイドの、メリテ皇帝でやっていきます。で、前回の編成は皇帝が帝国継承歩兵の男ハーバート皇帝で、あとは帝国中層歩兵を入れて、シティシーフの女、格闘家、フリーメイジの、男という編成でした。で、今回は、まあ、ネレイド入れて、で、あとはフリーファイター女で、宮廷魔術師女、ハンターの男、ハンターは男しかいない、で、あとモール族を入れてます。性別は不明です。まあ、見た目男性っぽいよね。で、基本的にやっぱストーンシャワーがめちゃくちゃ強いんで、ストーンシャワーで敵をね、全体攻撃で駆逐しながら進んでいきます。まあ、ただストーンシャワーだけだと知の術レベルしか上がっていかないので、基本的にストーンシャワーはまあシエロとかも覚えてはいるんですけど、まあ、メリテが素早さが高いんでね、素早さ装備品でプラス1上げて、で、若干魔力が低いんで魔力も底上げしてます。で、装備的なものはラバー装備で上げてる素早さを。で、メローリングが多分固有で魔力プラス1になって、玉虫のローブで魔力がさらにプラス1になってます。で、ヒュッポリテはっていうか陣形がね、インペリアルクロスしかないんで、ヒュッポリテが盾役で、剣を装備させて、やっぱり盾役は盾をね使えた方がいいんで、片手剣の幻獣剣だったら全身鎧に服着させて超合金の盾といったところ。で、あとはまあこんな感じ、ちょいちょい。クリムリーパーが相変わらず攻撃力が20台といったところですね。まあ、これでやっていこうと思います。ふう、いくか。で、今現在のちょっと金を確認していきましょう。14万、金がねえ。あの100万クラスのね、やっぱり防具を開発していきたいんですけど、金がなさすぎるな。で、情報は武装商船団の独立化、これ帝国の収入が半減になるからね、まあ勝たしておきましょう。じゃあ行きます。で、まあ、シーズン2とかはハリア半島を経由したんで、今回海から行きますか。普通に水路のモンスター配置が変わってるっていうけど、特にもう変えられても分かんないからね、行ったことないから。ロンギット海から進行。あ、そうか、でもこの回では武装商船団を服従させるためにロンギット海から行ったか。今回は完全海ルートだね。ま、適当に行きますか。初戦闘、こいつ結構強いんだよね。ストーンシャワーで、ストーンシャワーで地の術でしょ。で、ウィンドカッターで風のレベル上げて、音速拳から高速拳を覚えたい、アローレインからバラジシュートを覚えたい。こいつらから覚えられるかって言ったら分かんないけど。で、シエロちゃんは太陽光線、光、黒天波、火を覚えさせて、セイントファイヤーを覚えさせてあります。で、セイントファイヤーは合成術なんで、火と光のレベルが両方上がるんで、まずはこれでやっていく。まあ、選択するだけで経験点自体は入るんで、472、火、よし、天、そう、両方上がるんだよね。もうこのパターンだな、このパターンでずっと制圧していく。やっぱ素早さ速いのはいいね、使いやすい。で、魔力がやっぱ低いから、フリーメイジと比べてストーンシャワーの威力が低いね。そんなわけでヌオノに上陸完了と。ギャーこいつ戦うのか。ドラフトレッド、一人で来るとは愚かな。何、早い、生きた、別にいいや。圧死しろ。
で上のゴブリン族は普通に話す感じか。来やがったな、こうでやれ。そんなもので俺をやれると思うのか、ジャロン。ストーンシャワーで終わりだ。950、かなり経験点高い。クソ。でってこの部下2人が来るか。こいつらも雑魚だな。つむじ風皇帝のやったもん。ゲッ、やべやべ。皇帝がやられるとかなりピンチだからな。待てギャロン。で地下まで追っていって、そっか水路から来るとバイキングオックスがないんだっけ。とりあえず詩人のファゴットは回収しておきましょう。詩人イベントも進めていきますか。さようなら。ゆっくり出航。これで武装商船団解決です。ふう。でユーヤンに行こうと思ったんだけど、よく考えたらテレルテバ解放してねえじゃん。モンスターいるし。モンスターがいなくなったって。え、まあ一応ノエル倒したからそういうことになってんの。モンスターはいなくなったけど人間系がまだ支配してるよね。いいのそれで。でノエルは倒しちゃえばここにいるデザートガードに話して統一できます。今後は共に戦わせてください。テレルテバ解放。なんか敵はまだいるけどね。そこはいいらしい。でさすがに年代ジャンプしないっしょ。大丈夫大丈夫。でテレルテバを解放しないとワグナスのフラッグが立たないんで、テレルテバ解放はちょっと必要になりますね。でチョントン城の話聞いて、イリアンシャンの話を聞く。あと詩人の話も聞いておこう。またいろいろと進められるのがこれであるんで。チカパ山このさ女性さ、何にも楽器使わないで今のメロディー奏でたのすごくね。音痴どころじゃないよね。むしろすごい。で北へ行きましたと。石州祭で、石州祭が仲間になるところじゃねえ、石州祭じゃなくてイーストガードを仲間にできるところまでは進めていきましょう。今回こいつの処遇どうしようか。まあ、処遇は関係ないはずなんで。でもう一回石州祭と話して、チョントン城へ行きます。勝負だ石州祭。剣と術どちらが優れているか見せてやる。見事。さてこいつはどうしようかね。前回助けてやったんだ。今回は許さん。死んで石州祭に詫びなさい。ひどい。武人の最後の願いを許すわ。え、勝手に許すの。ワグナスは許さん。で石州祭を仲間にできるフラグを立てましょう。イーストガードだった。じゃあちょっと楽器を集めますか。まずはゼミオ、詩人のギター。であとはモール族の巣にありますクイーンの体が名物になった。詩人さんが見に来て楽器を忘れていった。でこん中詩人のコンガで、アバロンのここ宿屋、詩人のホル。いや本当は子供が教えてくれんだけどね。で最後がここ。いや順番はちょっと適当だけど。
帰ってきたのは詩人さんだけだったってさ、これちょっとホラーだよね。じゃあ詩人の洞窟へ行きましょう。まあ、ここはこれといったところではないのでサクッとやります。ランサー、これは槍かな。トワマリの斧、これ強いの、ちょっと見てみよう。29、電気の力を持つ、よくわかんねえ。ランサーも見てみよう。ランサーは33。詩人のフルートゲット。でここに固定敵がいるんだけど、ダンダークになる可能性もあると。ただ今回は普通の敵、ダンダークは子供とコムーで倒しましょう。ゲッ、ベルセルクって回復すんだ。ウィンドカッターもね、まあ、そこそこのダメージは出る。でセイントファイヤーがこれ多分アンデッドにしか効かないんだよね。ずっとゼロ。これで敵はいなくなって、宝箱は25万円。もう一個取ってないのがあったんだよな、ちょっとそれを回収しに行こう。あ、いけた、18万円。よし、じゃあ金はあるんで、あるって言っても180万しかないけど、固定作ろう。じゃあちょっと戦力強化のために追憶の迷宮をやっていきます。まあ、まずは陰陽師、仲間にできるフラグを立てますと。でイベント見て、で次のイベント、ここ戦おっけ。術ポイントを回復させてなかった気がする。ここでもう戦うか。勝負だ。終点、ストーンシャワーにウィンドカッターに、覚えられれば高速拳とかも覚えたいけどね。楽王派、飛んでる敵ではないけど、まあいいや。一回セントファイヤーをやっておこう、技術点のために。900、いた、で400も食らうんだっけ。死んだ。吸血自体は大した攻撃力ではないけど、基本全体攻撃だからね、うちのメンバーって。ダクオーハで生き返らせておこう。アースヒールを覚えさせたんで、ストーンシャワーもまあ1000は行くけど、1000だからね。巻き爪、やばい、危ねえ。巻きたら回復できないとこだった。で吸血はそれなりに食らった。よし、なぜか回復。ここは月光で回復に入ろう。脳速剣だったら千切りのがちょっと火力的にいいよな。で全開しないからもう一回回復に入る。月光の回復量そんなにないな。やはり魔力か。超音波が全員で、まあまあまあ大丈夫。スノとか結局死ぬかい。大したダメージを与えられてない。ウィンドカッターが弱いからな。千切りが入らないと
全然ダメだ。高火力の人をやっぱり2人入れないときついな。攻撃400、アースヒール回復、毒200。ターンになって1000注意しか与えてないわ。千切りが入ってくんないからちょっと遅いんだよね。8かまだ。でも LP はまあまあまあまだ大丈夫。よし OK。 まあまあ苦労したけど。ん、ちょっと待て、これで解放して、これとどめ刺すとどうなんの。やったことないけど。皇帝、これでアバロンで控えていると。これ下へ帰っていったけどさ、俺も下に帰りてんだけど。セイントワイヤー当たれば強え。さすが対アンデッド。では固定を回収して、あともう一個作れるよね。足かやろう。じゃあステップも制圧しちゃいましょう。まあ、ワグナスはねちょっと倒すのはまだ危険そうなんで、弱いボクオンから倒す。こいつマジックそうだな。地上戦艦は恐ろしい敵だ、逃げ回るしか手がないとか。ここは軍師の力を借りましょう。出撃だ、この役立たずノーマットと一緒に。ボクオン貴様も許さん。雑魚ボクオンだな。あ、フレームウィップ一回ウィンドカッター使おうか。で音速アローレイ覚えらんねえかなこいつじゃ。所詮セントファイアも一回打っとこう。まず1ターン目は経験点稼ぎ。ちょっとアローレイやっぱ弱いな。ダークオーハーに切り替えよう。骨ないのかこいつは。骨砕きゼロ。高速拳も覚えられなそうだな。まあ一応やっとこう。でここをフレームウィップにすればいいんだ。そうすれば少し火力が上がる。でセイントファイヤーじゃなくてストーンシャワーと太陽光線ってどっちが強いんだ。一応両方やってみよう。両方やる頃には死にそうだけどね。見切った。ダックオーバーが700、フレームウィップ600か。微妙だな。太陽光線500弱い。レベルが低いからか。ちょっと火力不足感は否めないな本当に。このメンバーただの雑敵を相手にするんだったら全然余裕なんだけど、一点突破の強い火力がないから。うん、ウルフラットって何。ガッ死んだ。倒した弱え。マジでこいつ弱え。まあこれで年代ジャンプ起きるでしょう。だいぶ制圧したよねもう。これは人足りるな。91年後、誰にしよう。あ、マゼランがいる。ラピスト一応覚えるか。待って、あと2台くらいしか多分ないよね。ラピストだったらちょっとやっぱりアマゾネス、アマゾンストライク覚えておきたい気はするんだよな。いやでも最悪ゴブリンの陣形っていうのもありだからね。新しく追加された悩みどころだな。あ、わかった。
マゼランにしてラピッドストリームを覚えさせて死んでアマゾネスにすればいいんだ。そうしよう、人足りるもん。だって人形のためにやるぞ。集合。パパパパパ。防御よりスピードを優先し、とにかく敵より先に攻撃ができる。ラピッドストリーム。お前の役目は終わりだ。君の意志、都合、誰が？いない。よし、出た。テオドラ。アマゾネス。ちょっとアマゾンストライクは終えよう。で、多分もう次くらいで最終工程出せると思うんで、そうするとイベント全然進んでねえな。まあいいか。死ね。陛下を先頭に突撃する者。前の3人が攻撃スピードアップ。アマゾンストライク。というわけで、今回でネレイド工程とあと武装小船団工程が終わったので、次回はアマゾネス工程、テオドラでやっていきたいと思います。多分もうこの次で最終工程は出せると思います。多分ね。そんなわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。